長野県信濃美術館の学芸員、あさわです。本日は、2020年度東山会館コレクション展第二期展の展示をご紹介します。それではご案内します。どうぞ。東山会は、昭和46年から約10年にわたって、国宝の鑑人和上座像を安置する東商大寺三栄堂の障壁画を2回に分けて制作しました。 一期目は日本の風景の象徴として海と山を第二期には鑑神話城の故郷中国の風景を水墨画で描き鑑神話城に捧げました本展では当館が所蔵する数々の関連作品をご紹介します、えー、ご紹介する作品はこちら李光墓色と言います、えー、こちらは東昌大寺三永堂の障壁が 第2期制作で取材地に訪れた中国南部の景勝地慶林とそこを流れる利口の、えー、雄大なですね夕暮れ時の風景を描いた六極一の屏風絵です、えー、この川のですね両岸をご覧いただくように竹の子のようにですね汽立した奇岩気泡がですねそびえていまして、まあ、まるで南側の山水世界を 存在してていいるようなななそんな風景になっています東山は実際にこの離口を6時間かけて船で下りその時に数多くのスケッチを水墨画で描きました東山はそれまで水墨による表現の経験はありませんでしたのでこのような中国の現地に赴くことで水墨を手にしそして第2期政策を水墨画で固める決意を固めそのための入念な準備を進めていきます。 ご覧の通りこの作品は見た感じ水墨画のように見えますが実際近くでご覧いただくと岩絵の具で描かれています。え白というですので実際こちらの右石のです、ね、下の方にある笹であったり山の木々などをよく見ていただくと緑がかった色彩を帯びております。 このように、東山海は、これまでの彩色技法を基づきながら、一歩一歩、水墨表現に向けた取り組みを進めていきました。昭和37年、東山海は、スミ夫人と初めての海外旅行に旅立ちました。行く先は、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランドの北欧4カ国です。北欧の持つ厳しい自然に東山は憧れており、実際に訪れた、 かの地では理想の風景に出会うことができましたここではその成果の一部を紹介していますこちらの作品は倉庫と言います北欧旅行に出かけた東山絵画デンマークのコペンハーゲンの倉庫を描いた作品です北欧旅行で最も長く滞在したのがデンマークでしたがそこでふと目にした 懐かしさを感じる風景を描いたのがこちらの赤いレンガ造りの倉庫でした東山は横浜で生まれ神戸で育ちましたどちらも港町で周囲の至るところには倉庫が立ち並んでおり東山の原風景の一つにもこのような風景はなっていましたこちらの作品ご覧のようにですね赤いレンガのですね色合いが微妙に変化してこの 壁の古さというものを感じさせております。また丁寧にですねレンガを人乗り人に重ねた色合い、これによってよりリアルな赤レンガの表現というものが出ております。東山はこのようにですね人と何世代にもわたって年輪を重ねてきた古い建物の愛情を深く持っており、特にヨーロッパの古い建物の 土壁は岩壁というものを好んでモチーフとして描きましたこの第二期展では6月に亡くなられた鑑人和城に捧げた東山下位の筆世の対策東商大寺三重堂障壁画の関連作品を中心に展示しています長い画業の中でわずかに墨色に彩られた東山芸術の世界を ぜひお楽しみください。